皆さんおはようございます。中二病のおっちゃんこと北海道樽市在住大久保克也42歳です。よろしくお願いします。はい、ということで毎週月曜日恒例のジャンプの感想と読者アンケートなんか話していきたいと思います。今週はですね、ジャンプ2021年28号ということで読み切りが3本ありましたね。俺の手は掴めないっていうね、まあ特殊を持ってる少年のお話ですけどね。まあこれはね、特殊問題については僕も一回考えたことがあるんですよね。あの能力めちゃくちゃ強いなとは思うけども、本当に物触れないんでね、男塾の AK なんかね結構大変だったのかななんてことは思いますね。そして次は激高完全サッカー部ということで、日常とサッカーと異常ってことですけどね、まあほとんど異常だったかなみたいに思いますね。なんかね、最初の入りはね、サッカー漫画として面白そうだなと思ったら、まさかの展開でね、ちょっとびっくりしましたね。そして最後は夢掃除ということなんですけども、この漫画僕めちゃくちゃ面白いなと思いました。すごい好きですね。ショートのねページ数でビシッと収まったなっていう感じが本当にしましたね。アウターゾーンっぽいところもね結構好きなんですけども、まあただ一つですね、生意気にも苦言を言わせていただくと、最後のね携帯の画面がもうちょっと大きければなーなんてことはちょっと思いましたね。はい、ということでね、まずは感想の方行ってみたいと思います。まずはですね、最初に呪術廻戦ですね。怖い話だったなっていう感じですね。全員家惨殺事件が起きたっていうことでですね、母親もなんかちょっと切ない感じだったなっていうことでしたけども、まあそしてですね、しばらくお休みということで、今週もですね、ものすごく短いページ数だったとは思うんですけども、いや本当にね、しっかり直していただきたいなと本当に思いますね。いや最近ですね、50代で亡くなられるね漫画家さん多いんでね、心配するところではあります。もうこれ、いっそのことを呪術廻戦とかね、ここまでの人気の作品になっちゃったら、もう割り切っちゃって2週に1回のね連載でもいいかななんて本当に僕はちょっと思っていて、やっぱり売れれば売れるほどね、プレッシャーなんかも半端じゃないと思うし、いろいろなね打ち合わせなんかも増えてくると思うんでね、本当に漫画を描くのが大変なんじゃないのかななんてことは思うんで、その分ね掲載できるね漫画の数も今よりも増えるだろうし、僕はですね、漫画家さんの健康だとかね精神状態なんかを一番大事にしていただきたいなとは思います。ちょっとね長くなっちゃったんですけど、次々行ってみたいと思います。そして次はドクターストーンですね。ロケットエンジンレベル1っていうことでね、まあロケットエンジンまでついに作ってしまったかっていうことですけどね、まあ来週からはね3チームに分かれて話が進んでいくみたいなんですけども、各チームごとにですね、いろいろ吸ったもんだがあるんじゃないんでしょうかね。そしてね、なんかクロムのね、石ころからここまで来れたっていうあの言葉ね、なんか読んでいて、ドクターストーンこうずっと読んでいると、いや本当にそうだなってね、なんかすげえなって思ったりなんかしちゃいました。はい、そして次はワンピースですね。クリマタクトにね、ゼウスの魂が宿っていたってことなんですけどもね、まあ波がですね、めちゃくちゃ強くなったってことですよね。まあちょっとしたね、ビッグマムの能力をね持ってるってことなんでね、いやいいんじゃないでしょうかね。ただですね、ゼウスもね、ワタという名前だけは全開で拒否してたっていうことでね、まあそこもちょっと面白かったところかなと思います。はい、そして次は逃げ上手の若君ですね。才能の塊吹雪、ちょっとかっこよすぎだろうっていうのはありましたね。他のキャラクターがねちょっとかすんじゃうんじゃないのかななんてことは思いましたね。あとはね、若様の鬼神沸騰の構えが超かっこいいなと思いましたね。あそこからどういう技になるのかなっていうのはすごい来週楽しみだと思います。はい、そして次マッシュルなんですけども、今週はいろいろ出てきましたね。まあただおじいちゃんのね、だって今のわしが一番強いってね、めちゃくちゃかっこいいなと思いましたね。なんかかっこいいジジイキャラ最近すげえ好きだなと思います。本当に年なのかなと思いますね。あとはね、マッシュの秘密がこうちらほら明らかになってきたけど、さすがマッシュめっちゃいいっすね。人生重たかろうと無意味な人生でも関係ないっていうね、いや最高だなと思いましたね。無敵なんで自分っていうね、マッシュで最高だったと思いますね。重たって言った時の顔ね、めちゃくちゃ面白かったなと思います。はい、そして夜桜山頂大作戦ですね。まあ軽くね、ほのぼの会にはなってましたけどね、やっぱりアニさんがね仲間になるっていうのはね、まあ読み通りだったかなと思います。山陽の水木の代わりにはなれないから友達になろうっていうね、これ最高の言葉だと思いましたね。やっぱり親にはなれないんでね、まあそういった部分でね、友達にはなれるってところで最高だったかなと思います。はい、そして次は灼熱の二雷家内ですね。これからどう展開していくのかが非常に気になる終わり方になっていましたね。まあそしてね、鮫島には深海に住む古代人の血が流れているっていうことを言ってましたけども、深海に住んでいたじゃなくて深海に住むっていう表現っていうことは未だにたくさん存在しているのかなとは思いますね。これからそういう展開になっていくのかなっていう感じはしますね。まあオルフェイス帰ってきてほしいなってことはものすごく思います。
ております。はい、そして最後に今週の僕とロボコということで行ってみたいと思いますけど、今週はねロボコとガチゴリラの野球対決ってことで、最後のあのガチゴリラの最高のいい顔といいシーンありましたよね。あれは多分ストッパーブス島から持ってきたんじゃないのかなと思うんですけども、ジャンプ漫画であったのかな、僕が見落としてるだけなのかもしれないんですけども、さっき見直してみたんですけどね、やっぱストッパーブス島かなと思いますね。そう考えるとですね、ついにジャンプの枠を超えていじり始めたということで、これはね大問題に発展しないことを祈ります。もしねジャンプ漫画でねああいう描写があったのだったら、ちょっと教えていただきたいなと思います。それではですね、読者アンケートの3位から1位行ってみたいと思います。今週の第3位はこちらの作品になります。ドゥルルルルアンデッドアンラック、おめでとうございます。はい、アンデッドアンラックですね。いや、サマーとの決着ってことだったんですけども、今までのループでね一度もサマーには勝っていなかったっていう事実も分かってね、まあそれでもですねみんなで力を合わせてボッコボコにしたっていうね、なかなかねまあ作戦通りに全てが動いて、まあ完勝だったんではないでしょうかね。これからの戦いっていうのがこうみんなの能力をね合わせた戦いになっていくのかなって考えると、これからねものすごく楽しみだなぁと思いますね。そして最後のね師匠の言葉とね花火はねちょっと本当にうるっときたなぁと思います。そしてねこう一段落ついたということで、またね何かしらのね謎が明らかになっていくのかなと思うとね、来週からものすごい楽しみではあります。はい、それでは第2位行ってみたいと思います。今週の第2位はこちらの作品になります。ドゥルル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 ル。はい、今週関東カラーの坂本デイズだったんですけども、まあ面白かったですね。どんな状況でもね強さがあればゆるい会話がこなせるっていうのがね、まあなんかすげえ面白かったなと思いますね。そしてね敵の会話の中であの方っていうねまあワードが出てきましたし、坂本とはね過去に何かしらの因縁がある相手なんだろうなっていうのはまあ伺いましたね。まあそしてね今回も坂本さんはねまあ相変わらずの無双状態っていうことですけども、周りの人を大切にできない奴には何も成し遂げられないっていうね名言が出ましたね。まあこれ最高の言葉だなと思います。まあ僕もね周りの人たちを一生懸命大切にしていきたいななんてことは思うんですけども、一方ですねナイスタイミングで平助参戦っていうことでね、坂本商店反撃開始って書いてありましたけども、いや平助なかなかナイスタイミングで登場したし、かっこよかったんじゃないですかね。これからですね坂本デイズもどんどん面白くなっていきそうだなっていう感じがします。そして毎回言ってますけども、やっぱり体を動かす描写を本当にうまいなと思います。はい、それでは今週の第一位行ってみたいと思います。今週の第一位こちらの作品になります。ドゥーデデン僕のヒーローアカデミア、おめでとうございます。いやー今週のヒロアカめちゃくちゃ面白かったですね。まあ最初のねエンデバーの雨は苦手っていうところは置いといて、まあホークスがねやっぱり最高すぎると思いましたね。デクに対してのこの子はっていうのもね良かったし、あの子と戦ったなら分かったはずだ、放り投げるのは早い、希望を次につなげてくださいっていうね、いやなんかすごいデクのことを認めてるなーっていうのがあの会話で伺えたなーっていう感じがしますね。そしてね利用されて終わるな、あなたはヒーローレディーナガンだろうっていうね、まあそこでもヒーローをつけて呼ぶあたりがホークス最高だなと思うしね、レディーナガンの問いに対して俺楽観的なんすっていうね、いやこれ最高だなとは思いましたね。やっぱり楽観的に生きていくっていうのはねものすごい強さがないとできないことだなとは思うんでね、僕も何事が起きてもですね楽観的に生きていこうかななってことは思いますね。うん、そしてですねまあ千崎これからなんか出てきて関わっていきそうだなっていう感じもありましたし、そしてねオールフォーワンがいろいろ声をかけた敵がまだこれから出てくるっていうところでね、まあ、これは楽しみな展開だと思います。ただですね最後にねオールフォーワンもう次は君だっていうね、お前はその言葉使うなってことはねものすごく思ったんですけども、またねこれから楽しみな展開になっていくかなと思います。はい、ということで今週のジャンプの感想と読者アンケートなんか話していきました。来週もね一緒のようなことやっていこうと思いますんで、よろしければお付き合いください。ということで皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。